いやー、ナゲッツさんね。まあまあまあ、レイカーズのこといじめた報いですよね。今シーズン、カンファレンスセミファイナル敗退、おめでとうございまーす。酒がうまいよ。ま、こんな煽りしたところで、レイカーズ一緒ナゲッツに勝てないんですけどね。というわけで、クゾーレーティングラストクォーター18回目。NBA 初心者にもわかりやすいナゲッツ戦やっていこうと思います。はい、今日も今日とってね、クゾーレーティングルールこちらになっております。この動画から初めてこのシーズン見てるって方は、こちらのルールの方を確認していただけると嬉しいです。で、過去シーズンの動画の方も再生リストにね、クゾーレーティングでまとめていますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。では、レーティングの方ですね。画面がちっちゃいので、拡大と一時停止推奨でございます。まず彼にトラウマを抱えているレイカーズファンの皆さん。そして彼のことが大好きな皆さん、ぜひ耳を塞いでください。これから恨み節全開でいきます。本当にこいつのことは一生許さねえ。俺にその権限はないけど、ロサンゼルスはもう出禁だからね。何回ビッグショットをレイカーズとのプレイオフで決めるんですか？もう嫌いやん、レイカーズのことこいつ。俺もお前のこと嫌いだよ。最大限のリスペクトをね、を持って送りたいと思います。マジでうまいんだよね、ヨキッチとの通面ゲームがね。あれどうやって止めたらいいんですかね。まあ、ウルブズさんはプレフである程度止めてましたけど、本当になんでオールスター選ばれてないんですか。あなたがオールスター選ばれてないからね、 NBA のルール上オールスター選ばれると給料って上がるんですよ。はい、そのせいでナゲッツのキャップスペースもね、若干ギリギリ保ってるとこあるんで、そろそろマジで選ばれてください。オールスター選ばれてない選手にしては上手すぎるんで、あなた。まあでも怪我ですよね。プレイオフでも怪我をして出てましたし、レギュラーシーズンもちょっと今シーズン欠場が多かった。意外とね、来季で契約終わってしまうんで、ここどうなるかっていうのは注目だと思います。レジー・ジャクソン、いやー、年取りましたね。クリッパーズ時代はね、もうプレイオフで、マトリックスレジーを発揮してたんですけど、やはりジャマール・マレーの控えとしてはちょっと物足りない部分がある。同じくスコアリングハンドラータイプなんですけど、マレーほどオフボールの動きとか、ヨキッチに生かされるのがそんなに上手くないですね。来季の契約はプレオプションなので 5.2 ミリオン多分行使すると思います。ナゲッツ的にもね、お金使えないって話は後でしますけど、おそらく残留させる方向でいくでしょう。ジェイレン・ピケットはシーズン序盤ちょっと出番あったけど、後半はほとんどないってところかな。来季以降の成長に期待です。彼が成長してくれればね、レジー・ジャクソンの後釜も見つかるとは思うんで。はい、ナゲッツですね、オフシーズンの話は後でしますけど、この KCP ですね、レイカーズのスパイ、彼を引き止めることが最優先事項となってきております。リーグ最高級のシューティングガード 3&D ですね。とてつもない走力、フットワーク、相手ディフェンダーをねチェイスしてロックダウンしますし、ナゲッツのスペースを広げるためのスリーポイント、ちょっとプレーオフは調子悪かったけどね、とてつもなく優秀、ナゲッツのディフェンスの要なので、さあさあ金的にどうなるかっていうところが注目ですね。ペイトン・ワトソンね、めちゃくちゃ身体能力の高いウィングディフェンダーなんですけど、入らないわけじゃないけど、やっぱノンシューター扱いされるときついタイプのプレイヤーですね。はい、ナゲッツこういう選手がちょっと控えから多すぎるので、ベンチユニットのスペース課題っていうのがセミファイナルではね露呈しちゃったってところですかね。 MPJ ね、謎にレイカーズ戦だけめちゃくちゃ3入るけど、それ以外のプレイオフシリーズそんな入んねえからね、この人ほんと。おめえもロサンゼルスできんだよ、マジで。でも彼もサラリー見てほしいんですけど、オールスター級の金額もらっちゃってるので、そのレベルの活躍はしてないかなと。結構ネクスト KD みたいなスキルセット持ち合わせてると言われていたんですけど、ランニングシューターというか固定放題になっちゃってますからね。まだ全然若いので、ナゲッツね、彼のオフェンスの役割クリエイトってところもね、やらしてあげてみてはどうかなってところあります。まあ、ヨキッチがボール回しちゃうからしゃあないけどね。ジャスティン・ホリデー、現在ファイナルで戦っているセルティックスのドリュー・ホリデーのお兄ちゃんですね。実は彼が長男なんですよ。アーロン・ホリデーっていう選手もロケッツにいますけど、彼も35歳ですか。まあ、ミニマム級のこの年齢の選手としてはようやってますけどね。昨シーズンナゲッツのベンチを支えていたジェフ・グリーンほどの活躍はできなかったかな。でも控えから出てくる選手は彼が一番シュート力には期待できますからね。ナゲッツここのミニマム 3&D ウィングの補強もね、来季どうするかっていうのは課題です。クリスチャン・ブラウン、彼も昨シーズンはルーキーながらナゲッツの優勝には大きく貢献したんですけど、2年目大きな成長はなかったかな。やっぱ彼もね、ちょっとノンシュート扱いされてしまうのがきつい。オフェンスでは速攻走ってくれたり、リバウンドディフェンス献身的ですけど、アーロン・ゴードンとか KCP の控えとしてはちょっとシュート力が物足りないかなと。ハンター・ダイソン、今年のルーキー。まあ、ほぼ出番がなかったので割愛させていただきます。ジュリアン・スラウザーも今年ルーキーですね。シーズン序盤はね、割と出番があったんですけど、後半とプレイオフではほとんど出番がもらえませんでした。まあ、ハンター・ダイソンと並んで、ここら辺の若手たちがね、控えローテーションレベルで出せるようにならないと、ナゲットちょっとお金事情が厳しくなってきます。アーロン・ゴードンもな、あのダンカーズスポットからのダンクトラウマなんだよな。マジでフィジカルえげつないよね。
八村押し負けるからね。マジック時代はね、エースみたいなことやらされていて、高校時代はね、全米ナンバーワン選手だったんですよ。まあ、それがマジックだとやっぱシュートが入らないっていうところで、役割が多すぎた。ただナゲッツに来てからその役割を限定、ヨキッチからのラジコンとして生かしてもらうことによって、本当に欠かせない核の選手となってしまいました。ジークナジー、ここなんですよね。ナゲッツ彼にまあまあな契約、長さのものを与えちゃったんですけど、なぜかヨキッチの控えセンターとして起用されなかったディアンドレ・ジョーダンの方が優先されてしまった。ここが痛いっすね。後でその話はしたいと思います。ブラッコちゃんじゃ今シーズンは全休なので、割愛、来シーズン健康だといいですね。ヨキッチはもういいんじゃない？なんか後語ることありましたっけ？皆さん今更説明必要ですか？本当にこいつも嫌い。S100 というところで、私の中では現在現役最強選手ですね。一応プレイオフはね、2回戦敗退となってしまいましたけど、今シーズンの MVP でもありますから、マジで一生居続けるよ。なんでこいつが2巡目40位だったんだよ。はい、もういいや。なんか話したくなくなってきた。行こう次。ディアンドレ・ジョーダンも36歳になるにしてはようやっとるけども、だったらレイカーズにいた時もっちょ頑張ってと思うけどね。まあ、彼もね、めちゃくちゃいい人なんで、ロッカールーム外なんですよ。まあ、それで残り続けるんかな？まあ、現役引退そろそろ近いとは思います。で、シーズン総評ですが、私、開幕前2位予想にしていました。レイカーズ1位予想にしてたんですけどね。まあ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 、ナゲッツ2位予想は当たりました。ドンピシャですよ。紙一重だったけどね。そうなんよ。本当に、セミファイナル敗退っていうのは、ゲーム7までもつれてるし、なかなか2回戦敗退元王者ってとこだけで下げづらいよね、ランクは。いや、本当に歴史的なカンファレスセミファイナルだったしね、勝負は時の運だと思います。で、昨年優勝してるわけですからね、大きな戦力の上積みがなかったのも大きいですよね。なんだったら新 CBA ルールのせいで、ブラウンとジェフグリーンを放出してしまいましたから、貴重なローテ選手2枚落ちた中で、ペイトン・ワトソン、ジャスティン・ホリデー、クリスチャン・ブラウンを回しよくやりくりしたとは思います。ただそのベンチユニットがリーグ最弱レベルなんで、どうしてもね、ウルブズ戦の時もありましたけど、2クォーターのパワーがすごく落ちるんですよ。ナゲッツってさ、もちろん2巡目40位でヨキッチをここまでのプレイヤーにしてるし、ジャマール・マレー、 MPJ といった生え抜きもね、一応ビッグ3として育ててるんで、ドラフト自体そんなに下手ではないんですけど、むしろ上手いとは思いますが、控えプレイヤーのね、小粒感は否めないですよね。どうしても絶対的ローテーションプレイヤーかっていうと厳しい部分はあると思う。ただコアに金をかけてるし、そのコア崩すっていうのもシステム上苦しい部分はあるので、そこがなかなか厳しくなってきましたね。ただ今ヨキッチの全盛期を無駄にもしてはいけない。なんとかベンチユニットの改善は必須でございます。ヨキッチも1回の優勝じゃね、歴代トップ10に入れないので、さあどうなるかっていうところを次のカットで話していきます。で、ナゲッツなんですけど、来シーズンは、プレイオプション、チームオプションを全て含めると、13人ロスターが確定しております。で、ドラフトはね、1巡目、2巡目ともに1枚ずつ持ってるので、15に埋めることはもうできるんですよ。ただ、すでにタックスレベルをマイナス17ミリオンね、オーバーしてしまっています。このタックスレベルってのはね、もう超えてしまうとラグジュアリータックス払うことになってしまいますから、下の優先事項にも書いてますけど、ここの削減をなんとかしたいんですよ。ファーストエプロンもマイナス10ミリオン。セカンドエプロンまではあと2ミリオンしかありません。けど、KCP も残留させなきゃいけない。KCP 来期プレイオプションなんですよ。契約を選手が選べるかどうかの権利を持っていて、ワンチャン破棄されたら FA で出てかれる可能性があるんですよね。もちろん行使してくれたら一番いい。ただ破棄されてしまった場合に残ってっていう時の金額もセカンドエプロン超えてまでは提示しないとは思います。このセカンドエプロンっていうのはね、私いろんな動画で再三言ってますけど、超えてしまうと本当にきつい制限かかってきますから、なんだったらちょっと減額飲んでほしいレベルだからね、ドラフト選手のサラリーも加算されちゃうからさ。しかもその上でね、トレードとかも含めて控えセンターだったり、ミニマム級の 3&D の補強もしたいですね。ジャスティン・ホリデーとディアンドレ・ジョーダンだとちょっと年齢もいってるから苦しい部分はある。で、ドラフト指名権は1巡目28位と2巡目56位持ってるんですけど、僕はこの指名権ね、トレードで売っ払っていいとは思ってます。この2枚とも指名してしまうと15人ロスター埋まっちゃうので、ミニマム補強とかも実はできなくなっちゃうんですよね。だからミニマム補強必要ない路線もあるっちゃあるけど、ルーキーに期待できることもなかなか限られてますからね。まあ、指名するんだったら1巡目28位、デイトン大学のパワーフォワードセンターダロン・ホームズくんなんていかがでしょうか。死闘数は少ないけど3ポイントも打てるビッグマンだし、機動力に優れてるんですよね。ガードまで守れます。すごくフィジカルとかリムプロテクト能力は強くないけど、スキルセットが多い器用なビッグマンって感じかな。ジークナジがちょっと期待外れな部分あるので、彼みたいなビッグマンは指名してもいいかもしんないけど、上のような金銭的な事情もあるので、トレードの話をちょっと次のカットでしたいと思います。
はい、すっごい地味なトレードで申し訳ないんですけど、ナゲッツのタックスをかなり削減できるトレードとなっております。ピストンズからトロイ・ブラウン・ジュニアとチメジー・メトゥーを獲得、そしてピストンズにジークナジ・ブラッコ・チャンチャー・ハンター・タイソンと今年の一巡目指名権を出すっていうトレードなんですが、まずトロイ・ブラウン・ジュニア、来期の契約ノン・ギャランティード無保証なんですね。だから彼のことはカットしてもサラリーキャップには計上されないですし、ちょっといつまでに保証するかとかはね、ルール的なところ僕調べきれなくて申し訳ないんですけど、ナゲッツとしては使えなかったらシーズン中に切ってもいいし、一応なんちゃって 3&D 的なことができるので、まあ、今年のジャスティン・ホリデーのような活躍もできなくはないかなと。プラスチメジーメトゥーもね、アンダーサイズなんですけどスモールセンター的なとこもできますから、ジークナジよりかは活躍できるかもね。あと契約をダンプ少なくしてるっていうところで、すんごい地味なんだけど、これで9ミリオンも減らせてるし、トレイブランジュニア切ったら13ミリオン減らせるからね、ナゲッツとしては懐的にめっちゃ優しい。で、対してピストンズは、まあ、この3選手めちゃくちゃ欲しいわけではないと思う。ハンター・タイソンに関してはね、シュータータイプなんで、ピストンズはま、シューターいませんから需要あると思いますけど、ジークナジとブラッコチャンチャの契約を引き取る代わりに、ナゲッツの今年の一巡目をもらってるっていう形ですね。ナジはもしかしたら再トレードになるかもしれませんね。ピストンズ今年ワイズマンの再契約とか、スチュワートとか、デューレンとかセンターいますからね。そんなに需要はない。チャンチャに関しても、チームオプション行使の後にトレードしたならば、そんなに高くないので抱えとくっていう感じかな。一巡目に関しても28位ですからそこまで価値はないし、ピストンズ1巡目ね、今年1枚しか持ってないから、この28位近辺で欲しい若手がいるかもしれないと想定してあげてる感じですね。まあ2巡目で済ませられるんだったら今年のやつに変えてもいいですね。はい、皆さんもこちらのトレード意見の方お待ちしております。はい、お次はちょっとナゲッツファンから文句出るかもしれません。MPJ をウィザーズに放出してクズマを取ってきます。あとプラスでランドリー・シャメットですね。いやいやいや、生え抜きの MPJ 出したくないよっていうところですけど、このトレードなればマイナス10ミリオン削減できるんですよ。さっきも言った通り、お財布に優しくなりますし、クズマがね、結構今ウィザーズからトレードの噂が立っております。ナゲッツはね、あまりトレードに出せる指名権が多い方ではないので、であればさっきも言った通り、1巡目指名権28位ですから、売っ払ってもいいと。で、MPJ は若くて価値のある選手なので、これ以上指名権を出さなくていいっていうところで対価クズマ。 MPJ よりね、スリーポイントシューターってとこじゃないですけど、クリエイト能力に長けてますから、ナゲッツのオフェンスが停滞してる時間帯を救ってくれるし、ヨキッチと組ませたら意外とスリーポイント覚醒するかもしれませんしね。あとランドリー・シャメット、彼も無保証契約なんですね。一応シューターなんで、ナゲッツのスペース広げる役割を持たせてもいいですし、使えなかったらカットして11ミリオン分浮かせてもいいですね。ノンギャランティードの選手はここら辺が使いやすいからね、トレードで。で、対してウィザーズはもう29歳なんですよ、クズマ。その選手をね、この再建時期に長く抱えとく意味もないから、だったら4歳若くてポテンシャルのある MPJ に変えるっていうのは理にかなっている。ちょっと契約は重いですけどね。ウィザーズもシューターそんないないから、まあ来季勝ちに行くとは思えないけど、いずれ勝ちに行く時に契約残ってればいいかなと。ジークナジもね、バグリーとかいるし、リショーホームズもいるんで、そんなに欲しいわけじゃないから、センターもそんな足りてないから、ワンチャン使ってみても面白い。で、ドラフトなんだけど、ウィザーズに関しては来季2巡目含めると3枚持っちゃってるから、これで4人指名できちゃうんだけど、ちょっと多いんですよね。だからこの28位の指名権はまだ再トレードしてもいいですし、ドラフトナイトトレードでトレードアップダウンの交渉に使ってもいいかもしれませんね。で、一応シャメットの枠はホームズに変えてもいいですけどね。ホームズの場合はセンター補強、シャメットの場合はシューター補強。で、1巡目1枚売っ払ってロスター1個開けてるから、ミニマムでその足りてない方を補強するって感じ。はい、ナゲッツファン的には生え抜き MPJ 出したくないと思うけど、お財布に優しいよってとこも含めて意見コメントでお待ちしております。はい、本日もご視聴ありがとうございました。全体ティア表はこんな感じですね。なやかやいい感じにばらけてきましたね。残りチームもね、わずかとなっております。まあ、全チーム解説はしていくので、まだね、推しチーム出てない方っていうのは楽しみに待っていてください。こんな感じで私、NBA 初心者にもわかりやすく、名前とかもね、覚えやすいようにクゾーレーティングやっております。ぜひ、面白いと思った方、ためになるなと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ショーツの方も毎日2本出してね、よかったら見てください。ではまた次の戦力レーティングでお会いしましょう。さよならす。 NBA 好きの皆さん、ぜひリアルで友達を作ってみませんか。6月28日あの NBA YouTuber ニコラスタケシ氏と共に、赤羽にあるクロスオーバー東京さんという NBA バーにてドラフト直後生感想会をやります。ぜひ皆さんいらしてください。また6月15日 NBA ファイナルゲーム4では、私が生実況ライブを行いたいと思います。詳細はぜひ私の X アカウントをフォローして確認してみてください。